じゃあ、そうだね。どうも、はじめまして、失礼します。ダメじゃないです。全然大丈夫です。はい、お邪魔します。ここにあ、なるほど。重くて運べなかった。もうほら、二十歳でやめようかと思ってたから、十分間に合うと思ったんだけど、やめられなくなっちゃったので、もう一つ増やそうと思って。関根君初めてなんで、そもそもなんでジャンプをあれ始めたの？はいはい、うちの息子は勉強あまり得意じゃなくて、漫画とゲーム好きな男の子だったんですよ。それで友達が集まって、月曜日はジャンプを買って漫画を読むのを楽しみにしてたので、まあ、息子が亡くなった後にたまたま避難所に、入ってくれたボランティアさんが、まあ、避難所にいた子供たちにってジャンプを持ってきてくれたんですよ。で、子供たちは喜んで回し読みをしているのをちょっと遠くから見てて、ああ、そう言われればうちの息子もジャンプ買うの楽しみにしてたなって、そう考えた時に、まだその時は息子は行方不明者であって、遺体として見つかってはいなかったので買おうとは思わなかったんですよ。でも息子の遺体を遺体安置所で見つけた後、棺の上にジャンプ読ませてあげたいなと思って、まあ何軒かコンビニが開いたり閉まったりの時だったので、とりあえず見つけたジャンプを棺の上に置いたのが、私がジャンプを買うことになったきっかけなんです。まあやっぱりね、一冊買うと続きが気になるだろうなと思うと、また次、やっぱり続きも気になるだろうなと思って、また一つどんどん増えていって、気づいたら仮設の押し入れの天袋がジャンプでいっぱいになって、2年前でしたけど、ほら、もうやめよう、そう、本当はね、20歳の誕生日でもういいじゃないかなって思った時があったんですよ。でももう今40になる人、50になる人が、いや僕もまだ読んでるよ、ジャンプはね永遠だよってそう言われた時に、続きが気になるってそう言われてしまうと、じゃあ私もやっぱりやめられないかな。本人はね、どう思ってるかは私は全く、ただやめろよとかね、もういいよって言わないから、また今日も月曜日なんで一冊買ってきました。いや、なんなんでしょうね、自分の本当にただの自己満足ですよ、あくまでも。息子はきっとね、こんなこと喜んでないかもしれない。だって何にもしてあげられないんです、まあ、とこれ以上。なので1週間早いなと思いながら、月曜日はジャンプを買って、僕らは、まあ、あのほら1年ごとにここに来るじゃないですか、9年の311って、まあほら、ここ引っ越してもう2年近いですよね。街もだいぶほら、賑やかっていうのかな、ね、もう住宅地になりました。どんな気持ちでこの9年って？何も変わらないですよね、自分の中では。本当に2011年の3月11日がまるで昨日のことのような気もしますし、遠い遠い昔だった気もするし、この9年間の間に出会った方々がもうこの世にいない方も、少なくはないので、やっぱり時間ってすごいなと思います。何も変わらないとおっしゃって、まあ多分最近テレビで一番よく出てくる言葉、復興っていう言葉は、あのね、町は復興しましたよ、それは間違いなく、本当に私も仮設を卒業できてここに住むことができてる、間違いなく町は生活は復興してます、でも我が家に限って、もし復興という言葉を使うのであれば、やっぱり震災の前に戻らなくてはいけないのが復興だと思ってるので、家族が揃わない限り復興はありえない、なので我が家、
に限って言うならば、うん、復興はしません、うん、しなくていいです、うん、だって息子が戻ってこないのに復興なんて言葉を使うべきではない、うん、でももし町が住むところが生活が元通りになっていくことが復興だという捉え方をするのならば、まあここ閖上は間違いなく復興しましたし、うんうん、私も新しい生活でちゃんと今基盤を立てることができているので、うん、まあ、これは世界中の方々に感謝とお礼を言いたいと思います、うん、ただ我が家に限っては復興はありえない、うん、復興はしなくていいと思ってます、うん、でもね、この世の中ありえないことって起きるじゃないですか、うん、こんなことは想定外だってことが次から次と起きる、うん、だからもしかしたらただいまって帰ってくるんじゃないかなって本気で思ってるんです、うんうん、バカだと思われるけど、いや、ありえないことって起きるんだもん、うん、1日くらい間違ってただいまって帰ってくる日があってもいいんじゃないかなって、うん、そう思うので、私はそのありえないことをおばあちゃんになるまで楽しみに待とうと思います、うんうん、明日、明後日、ね、3月11日に慰霊中学校で全部で、はい、14人の方が震災の時に亡くなったんですけども、はい、まあ、その時はその日は卒業式だったん で、 うん、でみんな、卒業式終わって3年生は謝恩会をやっていて、はい、1年生や2年生はみんな家に帰ったり遊びに行ったりしていて、うん、で津波に飲まれた。で丹野さん ね、 そ、 そ、 うそう、ここね、その14人の生徒さんの遺族の親たちが、ちゃんと子供たちが生きた証を残したいっていうことで、うん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 、次の年だったかな、建てた日です。元はここにはなかったんですけど、もともと古い中学校の前にあったんだけども、うん、新しい中学校ができる、小中学校ができるっていうので、こちらに移して。ね、丹野さんの息子さんの名前も。中学1年生。こういう日にしたのは、こうやってみんな触ってもらえるように。ああ、確かに。